大地震が怖いですどうすればいいでですすどううればしょう大地震 <laughs> 大地震あのねこの間ちょっとこれあのコメントで聞いてみようかこの間ねあのブラックマヨネーズさんの番組に出た時にあの公明党の議員さんが来て、まあ、その人が災害担当だったんだけどもその人に聞いた話なんだわで大地震の時のために絶対に枕元に用意しておいた方がいいものが2つあると言われるんだ。 で俺それ聞いた時にあ一1個は携帯だなと思ったんだけども違うんだって携帯電話とかスマホ以外に大地震の時に絶対に枕元に置いといたものが今が2つある。はいはいはいいいいすごいね靴靴個当たったっっなんだよっていうのは大地震が起こった時ってみんな、まあ、ベッドとか布団で寝てるわけじゃんで家がものすごい勢いで強烈に歪むから家中のガラスが大体割れるんだって。で家中のガラスが割れるから あの夜地震が起きて、まあ、昼間でもそうなんだけどみんんな慌ててて飛び起きて家の中走っちゃうんだよねそうすると大ハード現象というか足の裏がガラスで傷だらけになって血まみれになってで東北大震災の時でも結局あのぺちゃんこの家の中から逃げ,出逃げ出せずに見つかったお年寄りとか若い人もそうなんだけどもそれらの人で足の裏が血まみれになって怪我してる人がすごい多かったんだって。で俺別にに部屋に窓ないっていう人もやっぱり上からね 蛍光灯とかねあと家の鏡とかがバンバン倒れて落ちてくるしあとあの廊下とかもねガラスだらけになるんだよでどんな家もだいたいその玄関までそういうトラップになってくるのでもう本当にどんな安物でもいいから靴を一足枕元に置いとけでもう一つははいわかりますかコメント待ってるよ登山靴である必要はないよ、靴でいいそうだよほうほうほう水夢 スリッパラジオラジオ。ほう。笛、笛ちゃんと出たね。そう、二つ目笛なんだ。笛は。あのね、災害の時には七十二時間はその人間が息き埋めであっても。救助するために、災害出動でこう助けてくれるんだって。で、その時に。七十二時間の間、生き埋めになってもさ、助けて助けてって声を出すことは。やっぱり人間にはできない。そうなれば、でも人間である、生きてる限り、呼吸してるわけじゃん。で、呼吸の時に一番ちゃんと音が出せるものって笛で。で。 おまけに笛っていうのは災害犬の耳に聞こえやすい周波数になっているので、えー、多分ね俺の,だあの思ったスマホっていうのも、まあ、大事だと思うしあとみんな多分スマホは絶対枕元置いてると思うんで携帯とかスマホのストラップで笛を1個つけとくのとあとは ABC マートあたりですっげえ安い靴1足枕元に置いといたらいいのではないのかというようなことを、えー、これはあのちょっと質問来たというのもあるんだけども。 あのニコ生を見てる人にです、ね、生き残り確率上げるなんせねその時にも話出たんだけどもやっぱりね、えー、この30年以内に大規模な震災が日本を襲う確率は70%以内っていうふうに言ってるんだけどこれは最も 楽観的な予想でもそうなんだよね最も楽観的な予想でも30年以内70%であって悲観的な予想になると5年以内とか7年以内でも70%が日本は大地震が起こるとその時にどこが起こらないのかって言ったらもうね環太平洋プレートだから日本で安全なところとかないんだよねはっきり言って日本にいる限りそれはもう地震があるもんだと思った方がいいので あの、下手にね、どこが安全なんだって考えるよりは、安い靴買って、笛一個枕元に置いといた方が。僕らが生き延びれる確率が、一割から二割ぐらいは上がると思うので。そっちの方だけは、まあ、ニコ生の本放送の間で、ちょっと聞いていただきたいなと思いました。岡田さんがオキトキ、おきとき、おきしときしん、おきときしん、シャーデンフロイドと何度も言い間違えても。特に恥ずかしいと思わない心理も。 サイコパス濃度とかオーバーロード観察に関して関連してるのでしょうか自分だったら顔から火が出るぐらい恥ずかしいのですがと <laughs>。いや恥ずかしくないですよ。あの全く何か恥ずかしいのか分かりません。えー、僕が話してるのはですね理屈なんですよ。で理屈っていうのは本論いわゆる幹ですねと経論その枝というのか太い枝ですね。その本論を成立させるための えー、太い枝、経論と、あと枝葉でできてるわけですよ。で、えー、固有名詞の言い間違いっていうのは、本論でも経論でもなくて、枝葉の葉っぱの先っぽのレベルだと僕は考えてるんですね。なので、その、本論をまあ、桃太郎、を経論をイニシャル記事と考えたらですね、その、 固有名詞っていうのはですね、その彼らの着てる衣装とかの色とかそういうののレベルであってですね、そこら辺ですね、アニメでも色パカぐらいあるよねっていうふうに考えてるんですけども、だから僕はあの言い間違いって実は全然恥ずかしくないんですよね。あの、芸人さんが噛むようなレベルだと思います。このスピードで生放送でやってるから、そりゃそんなこともあるよと思ってるんで、逆にそ,のそこをですね、その騒ぐっていうのは、 そこしか文句がつけられない人だと僕は思っててるんでそんででそなな人たちに言われてもあの全然言いたくないんですよねこの一番大事なこういう名詞を間違えるから岡田土地が言うことは信用できないっていうのはその多分説得力で僕を超えることができないからあの言い間違いという証拠でマウントを取ろうとしてるだけだというふうに僕は考えてるんでですね本論と敬論を間違えてないからなんですよ僕が言いたいな まあ、その本論と敬論の構造が狂ってたらすごい恥ずかしいし多分それって動画後でいやこれこうだったんですよというふうに修正するんですけどもですねまああのキャッシュレスの社会になるとこれがどんどん進んでいってですねどうなるのかっていうとあの口座に残高ゼロだとですねコンビニに入れなくなるんですね。 この,このコンビニは NEC のグループの社員でないとゲートが開かないんですここが僕ポイントだと思うんですけども。 さて、近未来のです、ね、コンビニはですねそもそも無人コンビニって考えてみればですねつまり人件費の方が万引き被害よりでかいって考えたんですけども金がないやつをコンビニに入れるメリットが全くないといやコンビニの客っていうのは例えば立ち読みとかなんかしてくれてもそれのおかげで客寄せになるというのがあるんですけどもいや 金を持っってていなな客客がコンビニにににも、それは他の客にとってのとリスクになるだけなんですね。そんな危ないやつが入ってるよりは、まあ、有料な市民がいっぱい入ってるコンビニの方が安全であるという考え方になるんですよ。<laughs> 管理社会を嫌う人っていうのはこれ嫌な話だと思うんですけどもですね <laughs> おそらく大多数のです、ね、平凡な市民にとってはいやその方が安全だわっていう考え方にどんどんなってくるわけですよね。で 顔認証だけで物が買えるようになると、まあ、ここで書いてるように、そうなるとですね、じゃあ、顔認証だけで万引きできるんだったら、アマゾン GO みたいに最後はレジを通さずに物が持って帰れるようになるんだったら、万引きできるかもなと思うようなやつを、事前に店内に入れないようにゲートでブロックすると、それが一番セキュリティコストが高いわけですね、まあ、つまり、あのー、やんちゃなヤンキーは最初から店に入れない、ブロックすると。<laughs> つまり一度でも万引きしたやつは二度と入店できないようにしたその仕組みを作ったらもしくは万引きしたやつはその店に対してあらかじめ1万円のデポジットを払って入店するとで3か月間とか6か月間万引きしなければそのデポジットが返ってくるとかですねそういうふうな仕組みを取るのも当たり前になってくるすると。 必ずこういうのはですね、抜け道を考える奴が出てきてですね、例えば、いじめ、学校のいじめとかで自分よりも弱いやつにですね、万引きさせるわけですね、コンビニで万引きさせてそれを持ってくると。そうすると、そいつのソーシャルアカウントは汚れるんだけども、自分は綺麗なままで物をまあまあ得ることができる、いじめをすることができると。しかし、なんかね、近未来の警察に届けられる犯罪っていうのは、 多分、大多数が自分のソーシャルアカウントがこういう手段で汚されたっていうです、ね、そういうものになると思うんですね実際の犯罪よりはだからいじめでコンビニで間引きさせられたっていうのはかつてもしくは今は生徒が学校に言う問題なんですよで。学校の管理はどうなっているのかって話になるんでしょうけど近未来はですね学校はそういうソーシャルアカウントに関与できないのでおそらく学校でいじめられたら即警察に行くっていうですね あの割と健全ななルートを通るるよううになると思うんですね。<laughs> いじめは学校の管轄ではなくなって警察の取り扱いになるなんでかというと自分のソーシャルアカウントに損害が出るからなんです。ソーシャルアカウントの損害はそういう紐付けをですねあの数値を変えることができる公的機関なり何なりでないとおそらくクレームがつけられないというか数値の変更ができないとなので管理社会とか監視社会としてはねなかなかの完成度だと思います。 だから、こういうい無人化というのはもう映画館とかコンサートでも当たり前になるでしょう。チケットを持っている人というのはあのー、何もチェックせずにゲート、顔認証はすッと通れるようになるだろうしもうそれは現在でもやってますよね、一部。で持っていないやつは通れないと。でやがて僕らはこういう顔認証によるゲートの通過というのをどんどん当たり前と思うようになると思います。でそれれれによって、て顔認証でゲート通れて入れたところの方が、 安心できるような例えば国際空港とかで,です、ね、なんかそこら辺に荷物を置いといたらちょっと不安なんですけどもところがセキュリティゲートを通っったら、なんか安心感ががちょっと上がりますよね。それと同じようにです、ね、何かゲートを通った方が僕らの安心感があると安心というものの定義が徐々に徐々に変わってきてしまう例えばマンションの住民にしかゲートが開かないとかです、ね、学校の生徒以外にゲートが開かないそういうゲイティーと ですね。門で囲われた世界というのを僕らは安全と感じるようになる。つまり市民生活っていうのは都市の中にあるのではなくて、都市の中のさらにセキュリティーゲートの内側に僕らは安心を感じるようになるっていうふうになっていくと思います。だからこの次の段階はもちろんゲートドシティ、いわゆる城塞で囲まれた富裕層とあとその使用人しか入れないあのそういう町が えー、まあ2019年あたりから出てくると思いますたと、それはまあ言っちゃえば超級高級ホテルにあるですねあの会員専用ラウンジみたいなもんですねいわゆるチェックインしてカードもらわないとそのフロアでエレベーターが止まりませんっていうやつですねでスイートを予約したし客しかエレベーター反応しないしそのフロアに降りたらそこのラウンジとかそういうなんだろうなあの各種サービスっていうのが全部タダになってるとああいうのがビルのワンフロア丸々になったりやがては 一つのビル、丸々がそういう,うになったり、やがては森不動産あたりが開発する。ですね。小さい街、すべてがゲートで囲まれて入れるのは、ですね。選ばれたメンバーのみっていうのがなっていくでしょう。この顔認証が進んでいく方向は、そういう社会の階層化っていうのが、やがて土地的に見えるようになるっていうところだと思います。えー、無人コンビニっていうのは、ですねあのそう、いよいよ始まった。 ネットを使った科学技術の推移を尽くしたネット階級社会の第一歩だと思います。 フジテレビは社員の給料を削っても面白い番組を作ってくださいよってなったです <laughs> あれどうなんですかもも元フジとして。そうですね。<laughs> あの、あのー、社員の給料の高い低いと番組のクオリティというのは正直全く関係ないんですかそれともある程度実は関係あってしまいますフジテレビあのリーマンショックの時から、うん、あの制作費がむちゃむちゃ削られてるんですよ。はい、でこの4月も社員の、うん、給料も下げられましたし、うん あと何よりあの制作費が全制作現場一律5%カットとかされてるんですよね、うんはい、これ、あんまり広報を発表してないんですけど、うん、僕やっぱり内部の人間としょっちゅう飲んでるのですごくやっぱり締め付けがぎゅうぎゅうになってきてるっていうのは確かなんですけれども、うん、それとね、面白い、面白くないわね、うん、どうなんでしょうね。<で><僕>逆に言えば なんでんお金をかけると番組って面白くなったんでしょうね。まあ、過去でで聞くんですけどもはいバブルの時代って派手なものが好まれてたんですよねだからお金をかければかけるほどより普通の視聴者よりも派手なので見てもらえてたんですけど、うん、今は料理の鉄人みたいにアイアンシェフってやって、はいはい、フォアグラとキャビアンバンバンバンってやってバーって捨ててるやつよりは、はい、例えば<う>お,お笑い芸人の方が離島に行って。 カカイカイを取ったとみたいな、取ったとかあとアリオシクッキングみたいな、なんかあの全くパスタ使ってないんだけどパスタみたいに感じれる食材とかそういう方がいいと。ああいうのの方が受ける時代なんですよね。うん、でも。 県民賞とか見ててもこれフジテレビじゃないですけどあからさままにひな壇の数減ってすよね昔は4段あって47都道府県の県民代表タレントが全員出てたのが今16人とかですでもフジテレビのいろいろな番組あるじゃないですかグッデイとか僕毎日生放送を MX でやってるわけじゃないですか夜9時とはいえ今も視聴率1%とか1.1%ぐらいいくわけですよ。グッデイは はい、バラ色ダンディの1日1日の制作費が40倍から50倍なんですね。はい、それ聞いてが愕然としたんですけど、でも1.6とか1.7なわけですよ。だからね、あのフジテレビの上層部がバカバカなだけです、はいはい、だから無理です。だからすごいですね。でもねお金かけて面白くする方法はいわゆる <laughs>、ええ、タレントさんをいい人呼んでも、そんなギャラって差がないですよね。 正直そんななことないんですすかありますねギャランティーは、ね、<ー>むち、うんえっと、ごく一部のいわゆるっていう人たちいるじゃないですかあの人たちはあのー、1時間ゴールデンタイムの番組に1本出ましたで、うん、ベンツは新車で買えますでも最近の若手の頑張ってるたくさん出てますよね、うん、みたいな人たちいるじゃないですか、うんうん、あの若手の頑張ってる軍団っていうのはよく見るよね本当有名だよねっていう人でもあのサラリーマンの月給に及ばないので。 僕見ててバラエルダンディとかに出てる文化人とかいるんですよ、あの辺、軒並み3万から5万のはずなんですよ。おっしゃるだから3万から5万なんだから、もう誰呼んでも一緒なんだから、面白いんだったら、ちょっと変なやつ呼んでっていう面白くできるんだけども、そうなんですよなんか似たようなメンツになりますよね結局、フジテレビって今、32年間、日枝久さんという人が取締役で、要はトップに立ってるわけですよ。はもううカダフィ大より独裁政権が長いわけですそなってくると 四十、四十のイエスマンしかいなくなるんですね。で、イエスマンの特徴って、何かというと。はいはい、もう、とにかく、あの飼い犬ですね。うん、おてって言われたら、おてみたいな。で、ワンって言って、ワンっつって。はい、で、餌な、出されたら、待てって言われたら。はっ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 ,って言いながら、とりあえず待つみたいな。はい、そういう人たちって。<laughs> 自分がもう、上に従うことしか能力がない人たちなので。<laughs> <laughs> 時代をぶっ壊すことはできないんですけれどもうん、うん、でもあのテレビっていうのはぐちゃぐちゃにぶっ壊すのが一番面白いんですよ。はいはい、でフジテレビは特にそれでぶっ潰してきた人たちなわけですね。はい。うん、ぶっ潰してきた側なのにそう。なのに、おとなしい飼い犬テレビしかやらないようになったので面白いかどうかってさ面白くはないですよね。 でも給料を下げてもあんまりしょうがない給料を下げても才能ないんだだから無理だと思います、うんえー、クラウド市民の人二十六歳、えー、か他人に勝手に占われてというやつね え私は占いや宗教というものを信じてないつもりでるんですが、他人に勝手に占,占われて悪いことを言われたのを使れると、少し落ち込んでしまいます。占い師ではない岡田先生にお聞きするのは大変恐縮縮ですか。まあ、つまり聞く方が間違っているのも分かってるんだけど、占いや信仰宗教などは何の根拠を持って未来や相性のことを言ってると考えればよいのでしょうか。え名前や生年月日から診断されたものにどういう意味があるのか教えてくださいというふうなことなんだけども、さてどうでしょうね。おお、 良いいい。こととだけ聞く。まあ、コーールドリーディングという。根拠ない経験則。やっぱりこの番組見てる人は占いとかに関して否定的な感じがあるのかなお結果よりも信仰心が重要ある種の経験則ふんふんふん結果に吸い寄せられるつまり何か言われたことを自分でこう取り入れちゃうってことだよね占いは統計学統計データ、うん、統計学かどうか占いはねよくねこれは統計ですって言うんだけども。 ちょっと統計とも僕は思えないところはあるんだけどなはいプラセボ効果朝の占い信じてる人おみくじは信じるなうんとねまず占いや信仰宗教とかまあまあ教義みたいなものを信じるかどうかなんだけども僕多分ストレートにその神とか宗教とか占いとかを信じてますかって言ったらいや信じてないですっていうふうにこうポンって答える場合あるんだよで、ただそれは普通に信じてないと言うんではなくて うーん俺は性格悪いから信じきれないんだけどねというニュアンス込みなんだ。で、えー、ほとんどねなんか逃げみたいななもんなんだろうねあの本来は神様も占いも割と信じるべきであるって思ってます。あの信じるべきってい言い方が正しいんだろうね。それは何でかっていうと世の中のことってさ理解できなかったり 納得できなかったりするのが当たり前なんだで、納得できないとか理解できないというのを飲み込むことによって人間というのは行動できるんだよねだんでそうなのか納得かきないなんでそうなのか理解かきないらだからだからなからいうことが不安でしょうがないらだか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 があったりからだかだよだからだからだからだらは人らが死んだらだミらにかてていいはずなんだ人がだぬらだからだか ペットが死んんだら燃えるゴミに出しちゃっていいはずなんだよまあまあ衛生上どうかというのはあるんだけど燃えるいわゆるあれは生ゴミの一種なんだでも死体はそうじじゃゃないじゃん。僕らにとって誰か家族が死んだ死体とかペットが死んだ時の死体っていうのは埋葬したり供養したり手を合わせたりそれを思い出したり葬式したりという儀式一連で自分たちの心の中で落ち着けていくものだと思うんだよね。で、 占いとか宗教というのはそれの一部であってそれをゼロにしていやそういう不合理なものは信じないとかないっていうのはだったらお前葬式すんなよって思うんだよな葬式を肯定する代わりそれは人間の心を落ち着かせるためだとか遺族のためだってだったら占いも宗教も全部同じなんだよでなんかねその辺のことを考えて僕は以後を っって言って言も35か40超えてからだと思うんだけどもあんまりその占いとか宗教っていうのをネガティブに語らないようにしてるの。でもそれは俺も40超えた頃からぐらいだからあの若い頃はエンジン全開で「そんなもんないんだ!」とか「欺まんだ!」って言ってるのが。 まあ俺あの若いやつの特権だと思うからそこはそこ皆さんは「んなものねえよ」とかなんかこう「嘘だ」とか言ってても構まわないと思うただ35とか40ぐらいにったらちょっと思い出してみてねあの特に誰か親しい人に不幸があったりペットが死んだ時にすごい悲しい時の落としどころとして何かないと人間はダメなんだなそれは決して悪いもんじゃなくて人間っていうのはそういうふうに合理と論理だけで生きれるもんじゃないと。 だって、論理モンスターと言われた俺ですらそういう,なんだう葬式みたいなものって大事なものだと思ってるんだからさそういうのないとやっっぱ人間変になっちゃうと思います。これはあの夢ですからですね、えー、あんまり気にしないでくださいね、あのー。日本にはすでに核兵器があるらしいんですよ。 その核兵器っていうのはですねうんいや核兵器というのはアメリカが持ち込んでアメリカが持ってるというのではなくてですねなのであの核兵器核武装の話がですね今の安倍内閣の間で上がってこないのはですね何でかというと本来だったら日本もちゃんと一人前の国になろう とかですね、あと自衛隊を軍として認めようとかです、ね、憲法第9条を改正しようというのと同時にです、ね、なんか核兵器を持とうという話も出てくるはずなんですけどもそんな議論が起こることをです、ね、国は望んでいない何でかっていうとその核兵器っていうのは何なのかっていうと戦艦に積んでいる迎撃ミサイルの中に核を積んでいるというです、ね、沈黙の艦隊型の やつですね、沈黙の艦隊というのはですね、えー、日本で初めてです、ね、アメリカと共同で開発した原子力潜水艦というのがあるんですけどもそれが日本から独立してですね日本から逃げてアメリカからも逃げて独立国というのを名乗るとその時にその潜水艦の中に核ミサイルが積んでるかもしれないという脅しだけで国際政治をやり遂げるという話なんですね。つまり、核兵器というのはです、ね、持ってる。 ということだけではなくて、持っているかもしれないということで抑止力になるんですけれどもその自衛隊が持っているとされている核兵器もですねまあ多分日本は別に核実験はできてないですし核爆発の実験できてないですしそれの小型化とかもやってないのでですね、えーアメリカから ももらったか買ったかしたたかか買ししのでょう。それが自衛隊のやつに積んでるのでですねどっかのタイミングで核兵器を使われるかもしれないというふうによその国に対してのブラフとして持ってるだけだっていうのが実情のようだという夢を見たんですけどね。夢で今のですね閣僚の方とかがですね例えば政治家の方とかがですね えー、日本も核装備すべきなんじゃないのかという話をするとですね、えー、どっかからですねストップが入るそうです、えー、そんな議論はするなともう持ってるんだから、えー、議論して騒ぎになるとまずいというです、ね、ストップがかかるそうでですね証拠と言われるのがですねその時に核兵器を持つということに関してですね日本の側でですね一番の努力をした中曽根康弘元防衛大臣 であり元総理大臣です、ね、その人がですね、えー、大勲位というです、ね、一番偉い勲章をもらっているのが何よりの証拠だっていうような説得ををされる夢を見たんですね。1964年中国が核兵器を持った時にですね日本とドイツは「欲しい」って名乗り上げた時のですね じゃあ首相と防衛大臣誰だろうと調べたらですね池田勇人と佐藤栄作でした。で池田勇人の時のですね科学技術庁長,長官は中曽根康弘で佐藤栄作の時の防衛庁長,長官は小泉淳也っていうですね小泉進次郎のですねお父さんでしたね。ああなるほどと僕はガテンが言ったんですけども、まあ、自分の夢の話でガテンが言っただけなのです、ね、あんまり気にしないでください。<laughs> ということでですね なんかね、それで考えるとですねこれはやばいとかあんまり皆さん言わないように、えー、夢の話ですからやばいもクソもないですからですね読み地には気をつけたいですから言わないでほしいんですけども実は反乱軍もデスター持ってるんじゃねえかなと、スター・ウォーズですよ、ね。<laughs> というふうに思うといろいろ合点がいくんですよ。なんでハンソロとレイヤ姫が分かれたのかっていうと多分ねレイヤー姫知ってたんですよね。あのて 帝国からです、ね、最初のエピソードの時にデスターの設計図を盗んだ時にですねデスター攻略と同時に多分あの時レイア姫はデスター開発を命じていてでデスターなんか持ってないふりをして徐々に徐々にデスターを作っていてまた帝国がデスターを作ったけしからん悪の帝国よって言いながらレイア姫はもうちょっとで私たちのもできるから待ってろ待ってろ待ってろと思ってたとなんか頭が切れて計算ができる女がそこまであの考えないはずはないんですね。で 実はエピソード8とか9でですねハンソロと分かれた理由は何かというと、えー、実はデス・スターを作ってるというのをハンソロにバレてですねそんな女とは思わなかったというふうに言われてですね反乱軍のデス・スターができるんですけどもまああのビームがですね多分ジェダイ法という名前になるんでしょうけども青か緑でしょうねあの。ジェダイのライトセーバーは青か緑というふうにルールがあるので多分正義のデス・スターも青か緑のですねフォースビームが出ると思います。 <laughs> というです、ねえー。大丈夫。この話はここまでだからです。<laughs> なぜ日本の民度は低いのですか。ベッキーやスマップに日本が日本人を踊らされている様を見ると虚しくなります。ですね。うんうんうん。なるほどね。なぜ日本の民度は低いのか。えー、ベッキーやスマップに日本人を踊らされている様を見ると虚しくなります。 コメントを今読んでおりますけども、えー、これは民度の問題だろうかっていうふうなことと何をもって民度としてるのか、えー、どこと比べてるのかまあ、そうですよね。 どうと比べているかといえば、それアメリカの民度どうよって話になりますよね。ロシアの民度どうよってことになりますと、中国の民度どうよってなりますよね。これ三つ足すと世界人口のかなりのパーセンテージになると思うんですけど、民度と言い出すと高い国どこよって話になってきてですね。例えばロシアはプーチンの支持率がですね、なんか100%を超えたとこの間ですね、中村逸郎先生が言い出して。 プーチンの支持率100%超えたってどういう意味って聞いたらまずプーチンを支持してる人が9割いますで次に1割のプーチンを支持してない人がじゃあ誰,誰を支持するんだって言ったらプーチンはダメだと思うけど今はプーチンしかいないとしぶしぶ答えるとここまでで100%だと。 プー,チンプーチンの支持者の中でもプーチンに反感を持ってる人がいてみたいなの,のが中村先生からどんどん言い出して話が怪しげになっていてということでプーチンの支持率は今ロシアで120%なんですっていう <laughs> まあ、かなり面白い人なんですけど中村先生っていうのはで、まあ、ロシアではです、ね、さあプーチンの支持率がまあ120%なんですけどじゃあこのロシアの民度は高いのかっていうと疑問は疑問なんですよね。でアメリカの民度っていうのもまあまあ銃社会でもあるしですね アメリカンアイドルとかです。ああいうまあ本当に smap の事件みたいなことで国民が一喜一憂したりですね。してる様を見てると決して高いとは言えないと。なんか理想的国家みたいなものと比べてるんじゃねえかなと思うんですよね。本当はこうあってほしい。日本人と比べてほしい。比べてしまうと、それは民度が低いという一般的なお説教を今こうやってみました。で、次に今言った民度高い低いというこじゃあどこに高い国があるんだよ。というようなツッコミを今やってみたんですけども。僕はあの？ スマップとかベッキーっていうのはですね。なんかこの。信長とかですね。秀吉なんじゃないのかなと思うんですよね。で、何かっていうとですね。あの。僕ら日本人っていうのはですね。直接的な議論っていうのを。あんま好まないんですよね。よく西洋人が言う日本人には。立場がないし、あと議論もない。プリンシプル。 立場で言うんじゃないですね。原理原則もないしだから、あの議論が生まれないというふうに言うんですけども、そんなことはないと思うんですよ。あの僕ら日本人っていうのはですね。何かに引っ掛けて語るんですよね。だから、smap とかベッキーを語ってる場合もですね。もちろん芸能界の何だろう？野次馬的な意味で。 観点で、ベッキーとかスマップを語ってる人が大部分だと思うんですけどもところがその中で僕らの心の中にあるのはですね組織論とかですねメディア論とかですねもしくは男女論ですね。なななんんでベッキーが叩叩かかかれれれてで、えー、ゲスの極乙女のの極棒らいいだ、みたいなものが常に語れると。つまりベッキーとかスマップっていうのの話をベースにして自分たちが普段引っかかってる社会問題っていうのを語ってるっていうのが その騒動なんではないかで。その普段語っている部分っていうのがマスメディアの方で捉えら,られずにマスメディアとかスポーツ新聞とかの方はその見出し部分の極端なそのマスコミ的な言説っていうんですかつまりジャニーズ事務所の 圧力とかですね。もしくは、えー、ベッキーは味方してくれる芸能人がいなかったからだとかですね。そっちの方ばっかり報道されるんですけど僕らの心の中を実際に去来していたり実際に僕たちが LINE とか Twitter で自分の考えを言ってるのはあのなんだろうなそれによって今の日本の社会にどういう閉塞感を感じているのかとかどういう問題点を見てるのかっていうメタ的な社会論というのを語ってるそういう社会論の語り方を 僕らしてるから一見見議論がないよように見えるんですよねで。これは昔から祭りっていうふうなもので全てを決定したりですね全てのなんかストレス解放したりしてるっていうです、ね、日本人の在り方と結構似通ってるんで,です、ね、あまりそれによって民度が低いいとは僕は僕思わないです。<laughs> であの、オープニングから皆さんのコメントでザーッと流れる野々村さんっていうのがあるんですけど野々村さんっていうのは、えー、あのテレビでニュースになっている ものすごく泣きながら謝る大議士の人だよ、ね、でそれの野々村さんの「何が聞きたいの?」なんかあの「兵庫の号泣義士」って書いてるんだけど <laughs> いいね兵庫の号泣義士 <laughs> 西宮の人我が家の人あなたには分からないでしょうねってなな何か悲しいの日本一のコメディア謝ってないああ <laughs> 謝ってるか謝ってないかですか。 うん、確かにね、うん、あの議員さんだからなんだろうお金の使い方が不明確だったら謝んなきゃいけないかも分からなんかきゃいけないんだろうねでそれの記者会見が怒ってんのみな。それとも笑ってんのそれとも笑ってるんだけども笑ってていいのか情けないっていうふうな怒り方してんのどっちなんですかね。呆れててる。る今後どうやって売るべき。海外に恥をさらした。 いやあ、僕はあのあんまり怒らないんですけど、怒らないのは変なんでしょうかね。あの何年か前に僕はあの毎日新聞のコラムで書いたことがあるんですけども、民主主義においてですね、政治家が一流の人材を使う理由はどこにもないと僕は思ってるんですね。だから鈴木な大蔵さんの問題の時もあったんですけども、一流の人材を あの使おうううっってんんだったらそれはもう官僚主義なんですよ民主主義じゃないと民主主義でいわゆるみんなの代表を選んで入れるということは逆に言えば、えー、その人間が何だろうな極端な言い方をしますよわがままであろうとバカであろうと女好きであろうと人格が多少破綻してようとそれでも何百人も集まって議会を形成していると 中和されてそういう紛れを込みで運営していくのが民主主義だと僕は思ってるんですね。だから政治家に特に優秀な人ではなくて、みんながこの人がいいと思える程度の人でできるようなシステムを組んでいるわけですよ。だから日本の官僚というのはあんなに膨大なシステムなんですね。政治家が誰でもいい人を選んでるからこそ、官僚というのは優秀な人間を選んでいるわけです。で、この官僚制度に関しては批判がありますよ。僕はあの今の日本の官僚制度ってあんまり好きじゃないですけども、基本的な立脚点としては、 その官僚は優秀な人間選んでくるだから東大とか卒業していわゆるあの一類の国家公務員になった人たちを選んでくるとその代わり大義士っていうのは別におじいちゃんおばあちゃんでもいいし年功序列でもいいし実はくじ引きで選んでもいいような人材で運営するのが民主主義だと思ってるんですねだからその選挙で選んだ大義士が恥を晒したとかですね。それで大義士やめろっていうのはまあうん、なんだろうね あの雨乞いの人が祈って雨降らなかったからその雨乞いの首をはねろっていうこの意味においては大義士辞めさせるのはまあその通りだと思うんだけどもそれ以上のものもは僕あんま感じないですね正直ダメなやつだから大義士辞めさせるっていうのはその選挙区の人に任せればいいのであって僕らですね日本のその他の地方に住んでる人は大して気にしなくていいと思ってるんですけども江戸時代なら切腹やぞ。 江戸時代の切腹するとしたらその使途不明金とかそれに関しては切腹すべきだけども記者会見がおも変だったとか嘘泣きだったとかバカみたいだったということに関して俺切腹っててううほどどの悪いいことしてないとしな思うけどね。だからみんなが騒いでるからそれだけ罰も重くあるべきっていうのはそういうのを僕はリンチって呼ぶんですよ。でリンチしてる人は僕はバカだと思いますからそういうバカにならない、ね、バカだと思って言っちゃう何なのかな。 あのバカな行動だと思うでバカな行動をやっててそれを正しいと思ってると人間はバカになっちゃうのでバカな行動は全く構わないし僕もしますからただそのバカな行動を自分の中で正当化するんじゃなくてやった後でもあの反省したり納得するのでいいんじゃないでしょうかと思います。キキの腕マジの卓球部の主人公の女の子キキのこの腕。 この腕が太いっていう話なんですね。で、これスタジオジブリによるですね、まあ誰が書いたかわかりませんけども、いわゆる公式のやつですね。しかしアメリカで公開されたですね、魔女の宅急便の機器のイラスト。これあのディズニーのですね、あのクリエイターが書いたやつなんですね。まあこれを真似して書いてるんですけども、腕が細いのわかりますか まあちょっと細い女の子としてキキを描いてるんですね。ところがあのジブリ公式版を見てるとですね、このキキの腕が明らかにちょっと太い。もうちょっと後で分かるようなイラストを出します。で、ウォールトディズニー社っていうのはですね、あのスタジオジブリが作ったアニメの 全ての配給券とビデオ化券っていうのを持っています。ということは、アメリカをはじめですね、世界中で日本以外で売るときにはですね、どのように宣伝するのかの、まあ、決定券を持っているわけですね。で、このパッケージ、これはあのアメリカに発売された VHS のイラストなんですけども、ジブリ社、ジブリではなくてディズニー社のクリエイターが書いたんですけども、 この当時のですね、打ち合わせ資料というのがほとんど残ってないんですよ。しかし、このスティーブン・アルバートさんという人が書いたですね、あの、我が輩は外人であるというですね、あの、スタジオジブリにアルバートさんがいた頃のですね、本に、その時のですね、揉め事が書いてあります。で、その時にですね、その、ディズニー社からこのイラストが出てきた、このイラストね、元イラストが出たらしいんですよ。で、それに対して、交渉に行った鈴木敏夫はですね、何ですかこれはと、という質問をしたと。なんでキキは、あの、左利きなんですか 書「いてあると。いやそんなことないけどなんでそう思うんだ」と「キキはいつも右手で絶対に何だろうほうのスティックを持っていると」と「そうでなければ振り落とされてしまうからだ」と「で、あなたたちは何でキキが空を飛ぶと思ってるんだ」と「ほうで空を飛ぶ」ってのどう考えてるんだっていうとディズニー社は「いや魔法だろ魔法」「そんな難しく考えることないよ魔法だよ」というふうに言われてで鈴木敏夫は「我々のアニメをちゃんと見ていただきたいと」と。魔法というののはにかかっているのであってて、るであ キキはその上になんとか体を乗せてるに過ぎないと。だからいつも両手でしっかり持ってるし、何かを片手で持たなきゃいけないときは絶対利き腕の右手で力を入れてると。だから、利きの腕は膨らんでいると。力を入れてるからだと。で、風で吹き飛ばされそう,うになるときは、わざわざうちの会社のユロシテイが、利きの腕を白く塗っていると。それはつまり何かと,と手が白くなるぐらいギュッと握ってるからだっていうふうに言ったんです。 でまあそれがですねディズニー側になかなか伝わらない魔法っていうのはファンタジーなものでって考えてみればそうなんですよアラジンも魔法の絨毯う乗るとき一番最初あ危うそうにおわって乗るんですけどその後はもう平気で乗っちゃうんですねもうジャスミンと一緒に世界一周してるときも軽々と思ってるとでさっき僕あの褒めたモアナなんですけどモアナもですね船に生まれて初めて船に乗って船旅するんですけど一回も船酔いしないんですよだから あのディズニーというのは魔法をすごくうまく描くんですけど、魔法が作動しちゃったらあとは思い通りっていうふうにやっぱ子供向け的に発想しちゃうんですね。しかし宮崎駿スタジオジブリっていうのは自分たちが作っているものがいつもファンから疑われると、だってその空を飛ぶにしてもですね、例えばその トトロがどんぐりを巻いたらですねそこからどんどん芽が出て膨らんでいくのに関してもありえないことだからこそその描写に関してはリアリティを追求しなければ見ている人は真面目に見てもくれないということを知っているんですねそういうことを知り尽くしている日本のアニメの競争の中で生まれてきた作品なのですごいリアリティを求めるわけですねなのでですね そのジブリが描いたものが太いっていうのはですねもうちょっとわかるようにです、ね、あの本編の映像でチェックしてみましょう。これあの「魔女の宅急便のです、ね」の本編で、えー、魔法使いの先輩とキキが並んで飛んでいるシーンです。だいたいね冒頭10分ぐらいのところなんですけども先輩の方が腕が細くてキキの方が腕が太いの分かりますかで これ何かっていうと、この先輩は、放棄で飛ぶのに慣れてるからなんですね。放棄で飛ぶのに慣れてるから、もう力が最小限でいいんですよ。だから腕にそんなに力が入らない。ところが、キキは、この腕の関節から少し手首の方に下がったあたりに一番太いポイントがあると。先輩違うんですよ。2の腕のあたりが太くて、手首のあたりに行くにつてだんだん細くなってる。しかし、キキは明らかにこの腕のですね、その関節近くのところに一番太いポイントがあると。と これは何かっていうと、先輩に対してですね、キキが慣れてないからずっと握って緊張していると。で、これあの、この後で,ですね、キキと先輩とは、あの、お互いに近づいたり離れたりするシーンで、キキはですね、一回コードを落ちちゃうんですね。つまり、魔力で飛ぶのがやっとだからですね、何かラジオを消すとかですね、その先輩に近づくっていうワンアクションの時に、一回必ずコードが落ちてしまって、それを上げながら行かなきゃいけない。 ところがこの先輩はですね、この姿勢を保ったまま、スッと上に上昇することができるんですね。つまり何かをするときに魔力が薄れないわけです。こういうところでですね、その魔力っていうもののリアリティというものを出しています。だからあのね、魔女の卓球日もですね、その後半になってもですね、危機が何か放棄で飛ぶときに他のことをしようとすると、必ず一回高度が落ちるという表現がついている。この飛ぶことに対するこだわり、なんで、 魔法で飛べるのか、それはどんな代償ともなのかっていうのを実はあのまあまあ,あの来週語りますけれどもですねものすごい語ってるんですね特に冒頭ね12分目ぐらいまでの描写がとんでもない密度なので,ですねちょっと来週楽しみにしててください。えー、なのでです、ね、こので、ディズニーがその鈴木敏夫の あの、反論でやり直したバージョンなんですけど、おそらくね、最初のバージョンですね、左手握って右手手振ってると思うんですよ。なんでかっていうと、あの、ディズニーのアニメのポスターって大体ね、この片手で手振ってるとかサイン出してのがやたら多いんですね。だから最初それにしようとして、杉戸翔にふざけんなと、<laughs> 左手だけで <laughs>、あの、ほうきを持ってて右手振るなんて、そんなことは聞きにはできないっ <laughs> ていうふうに言われたんだと思いますけどですね。まあそういうテンプレ的なイラストを描いたらですね、怒られたんだと思います。 この時のですねディズニー側とのまあ詳しいやり取りすごい具体的なやり取りはあの2018年10月21日の「ゼミ」ですね、えー「ゼミの第253回新しい味方が発見できるモのノケ姫を見る前に知っておくべき大切なことでですね割とあの長時間語ってますので興味がある人はそっちを見てくださいあのアーカイブまたはあのプレミアムの方は見れますでとここで終わればですねダメなディズニー すごいジブリっていうですね、割とまあいい話なんですけどもですね、あの、 あの僕今回ですね「魔女の卓球瓶」ービー準備するりだって魔女の卓球瓶通して2回ぐらい見たんですけども案外ね左手で握ってるシーンが多いんですよキキあの魔法のほうきに乗りながらですね雨がいきなり降ってくる時にキャーっていってですね思わず右手でこかざしたりするシーンが多いんですけどもですねああなんか鈴木敏夫ディズニー相手に貼ったりかましたなっていうふうに思いましたこの辺もですねあの実は金曜ロードショーでも出てますからあの金曜ロードショーで確認してくださいただししどういうふういにしようとも もやっぱり雨が降ったらやっぱ高度がいきなり落ちるとかですねそういうワンアクションはマジであの早尾は忘れてないのですねそこら辺は、えー、確認してみてください、えー、岡田さんは映画館で映画を見ることについてどう思いますか僕の周りには年に1回も映画館に行かない人ばかりですということで結局こういう風になっちゃうのでですね <laughs> あの <laughs> 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 もうねあの年に1回しか映画館見に行かないとかさ映画館では見ずにもうあのなんだろうなテレビで見るって言ったらそれは映画館で値上がりしてもしょうがないと僕は思うよでどの辺まで許すかっていうと多分2800円まで僕は、まあ、許そうと思ってるわそういう場所だっていうふうに思ってるからねだから2800円まではまあ文句言いながら見に行くだろうけども3000円になっちゃったら行かないだろうなと思うな。 あでうん逆にお思い切っあのねいろんな割引して1,000円の日とかさあと老人割引とかやってんだけどもそれでもそんなに来る人増えないから映画館って僕値段の問題じゃないと思うんだよねあの。映画以外のコンテンツっていうのがどれぐらいできるのかっていう方が僕は楽しみ方だと思うんだ。で演劇ってさ 実は休憩の時になんかこうパーティールームみたいなのがあってで、そこでみんなでお茶しながら久しぶりに会った演劇ファンの人だと話したりとかそういうなんだろうな定価の中に入ってないサービスみたいなものがあるんだけども、映画館ってねもう俺あのパンフレット全員つけちゃった方がいいと思うんだよね。あのパンフレット無料にしてソンカリー千八百円の値段を据え置きにした方が体験だけを売りにするだったよりは物をつけた方がいいしで。 逆にもしパンフレットがつけれないって言うんだったらば何だろうその映画を見た後にその映画があの何が面白いのかとかそういうふうな話をみんながちょっとディスカッションできる場のも本当に映画が終わった後で10分か15分でいいから前にあんまり売れてない芸人でもいいから芸人で来てこの映画どれぐらい面白かったですかとか僕はこ,こ,だこうだと思うんですけどねというようなちょっとしたトークやることで。 あのそののの場限りの舞台性みたたいいいなものを出した方がいいと思う。あの映画終わってからさそのまま外へ出ていくっていうのってさなかなかちょっと気持ちが盛り上がらないで特に今だったらちょうどみんなあのコメント流れた通りガルパンとか見てるわけじゃんそれだったらその芸人でアニメ好きの人とかいくらでもいるからさそういう人らで新宿の劇場だったらさルミネ近いんだからさいくらでも雇えるわけじゃん。 でそこで映画終わったあとでちょっとその映画のトークやって5分か10分やってもっと聞きたいなと思ったらまたもう一回映画見てもらうみたいな感じにやればもあのそっちの方が僕はその映画館っていうのは値段に関係なく生き残れると思うね。下手にどん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 1,000円の費増やしていって本当は1,000円だから1,800円払ったらなんか損した気になられるよりはなんか付加価値っていうのをその舞台性っていうので作った方がいいと思います。 アメリカ等で無人兵器の開発が進んでいますがこれらの無人兵器が戦いの主役となった世界では,異星者は政治家はですねどこで戦争をやめる判断をすればいいのでしょうか戦場で不利になった場合1人の兵の犠牲者もないまま負けを認められるでしょうかということなんですけどもはあでもねあんまりあの兵隊がこれぐらい死んだから戦争をやめようかっていう話あんま聞いたことないですよね。 日露大戦の203高地攻略の時もですね乃木将軍がもうまあそのですね、えー、人によって諸説あるんでしょうけれども陸軍の兵隊をです、ね、山のように毎日毎日毎日のように203高地に突撃させてがん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 死んでいきながらですねまああの同じようなことを繰り返していたとつまり兵隊というのはどんだけ死んでもまあ別にしょうがないんだというふうに考える 軍人もいればそういう政治家もいるしアメリカみたいに民主主義社会が進んでメディアが発達すると兵隊の一人当たりの命が高くなるんですねなので戦争が起こりにくくなると。で20世紀後半のメディアっていうのはですねここのところをまあ一つの指標にしてたわけですよ。つまり20世紀前半までの大国いわゆる覇権国家って言ってもいいですし帝国主義国家っていうのは戦争を始めた時に それまでの貴族しか兵隊でなかった時代から国民国家時代になって誰でも戦争行くようになったなので国家が戦争を始めると国民全員が被害者となりうるっていうことになったとしかしそこでマスコミが発達すればみんなの意見をどんどん取り入れるようになるしそれがまあなんか戦場にも届くとでおまけに政治家は選挙で選ばれるもんだからあんまり無茶な戦争をやったらアメリカはベトナム戦争みたいに兵隊がいっぱい死ぬから戦争をやめざるをえない。 ですね、この20世紀半ばから後半ぐらいのマスコミの自分たちの存在意義というのはここら辺にあるんですよつまりベトナム戦争を見てみると結局無理な戦争の仕方をすれば戦争をやめるしかなくなるじゃないかというようなことがあってじゃあ現に北朝鮮とか見てみろとメディアとか発達してないから首領様のです、ね、意見一つで戦争を始めるとかやめるとかいうことになるとプーチンのような恐怖政治をやってると勝手に戦争を始めるやめるようになるとしかしそこら辺が。 マスコミが発達している国ではそういうわけにはいかないっていうふうに数年前まで言ってたんですけども今その「ドローンウォー」っていう映画ができている通りですねあのじゃあ戦争でですね兵隊の死というものにコストがかからなければ戦争ってどういうふうになっちゃうのかって全く見えない状態ですよね。というわけで為政者はどこで戦争をやめる判断をすればいいのでしょうかというのが分からなくなってきたのでちょっと今ね 戦争の形みんんな悩んでるとところだと思いますあのうん僕ちょっとイスラム国との戦争っていうのをあ割とどうなるのかなと思って見てるんですけども片一方はそのアメーバ型の中心がない戦闘集団で片一方は大国が維新をかけて正義をやらなければいけないし力もしさなければいけない。こういう対立の中において人命というのを あまり使わなくなるようなドローン兵器などを使った攻撃の仕方ということで完全に21世紀型の戦争が始まったので分からないところがありますなのでどうやってやめる判断をすればいいのでしょうかというのは難しいいでですすねあの僕はまだ分からないです、A、K さんそういえば1983年頃のシャンプーの CM で中森明菜さんが「信じられる?」ティーンの2人に1人は毎日シャンプーしてるんだってと言ってました。 当時は毎日シャンプーする人の方が少数派だったということを思い出しました。これね、あのよく言ってくださいました。ですよ。あのそうなんですよね。毎日シャンプーもするようになっている人が多いと思うんですけども。1983年当時。 10代の女の子は毎日シャンプーしてるらしいぞって言ったら「ええー、っていう驚きがあったから中森明菜にこのセリフを言わせるが成立したんですよね。だから本当に僕らの生活っていうのはこの40年ぐらいで意識しないうちに変えられたんですよ。今日さっきあのなんだろうな、えー、コメント欄じゃなくて確かお便り投稿で読んだのでまあ多分来週ちらっと取り上げるかも来週取り上げないからもう今のうち話しちゃう。えーとねあの この間ルパン三世見たら久しぶりにルパン三世を見たら仕はカリオスの後ろを見たそうですねその方はそしたら「あのよし行くか」みたいなシーンでタバコをポイとしてるシーンがあったとで40代の女性なんですよ投稿してくれたのはでその方はその瞬間に「えっ?」って思っちゃったとで昔から自分は次元のことが好きでルパンをずっと見てるから次元がタバコをポイしてする瞬間っていうのは「よしこれから本気でやるぜ」っていういわゆるその ファイターとしてエンジンがかかった瞬間だとわかっているはずなのに、四十代の女性の今は、え「えポイ捨てするの?」というふうに見ちゃったと。そうなんですよね。これがそのホワイト革命の恐ろしさで,です、ね、僕らの心はでは、ね、徐々に徐々にそういうふうになっていっているんだけども、あまりにも長い時間かけてゆっくりになっているから、自分でもその変化がよくわからないですよね。なので、なんか毎日シャンプー。 しなかった人っていうのはいるし、で今はもうみんなシャンプーするようになったんでしょうけども、そういう昔のことも思い出さないんですよ。えー、ホワイト社会というのはそんなもんだと思いますね。ね昔の自分のことを忘れちゃって、ふっとしたきっかけで、なんかこう自分の中の変化に気がつくというようなもんだと思います。男性30代、30代に入りました。マリー・ム・ノアさん、男性ですね。岡田さん、はじめまして。いつも楽しく拝見しております。はい、はじめまして。えー、私の悩みは、部下の居眠りが治らないことです。おお 私は三十五歳男性でその部下は二十歳の女性です、えー、仕事は専門職の公務員で基本はパソコンの作業ですひどい時は、えー、作業開始三十分で彼女はうとうとし始め一日中シャキッと仕事をしていた日はこの二年間で数えるほどしかありませんあまりにひどかったので彼女を別室に呼んで何回か注意し上司を交えて話もしたのですが一向に改善されません眠くなる原因は夜更かしらしいのですが 私は単純に仕事の最中に打とうとしている人が視界に入るとイライラしてしまうのですが岡田さん、もし部下が居眠りしていたらどう感じますかまた、対処されるとしたらどのように対処されるのか疑いたいです。よろししくお願いしますえ男性30年マリームノアさん 正直言うと、あの仕事で問題ないんならですね、他人のことでイライラしてるマリムノワさんが悪いだけだと思いますよ。あの眠くなる原因は夜更かしらしいのですがって言っても、それなんか問い詰めてなんで眠くなるんだって言って夜更かししてるからだって言わせただけですよね。で、あのうとうとすることで仕事に支障が出るんだったら別にあなただけじゃなくて上司ももう 問題にして仕事場全体の問題になると思うんですけどそこまで行ってないっていうのは多分その職場自体が効率を求められてないかもしくはうとうとして居眠りをしてもやるべきことはちゃんとやってるかのどっちかだと思うんですねでどっちにしてもだったら他人のことでイライラしてるマリム・ノアさんが自分のイライラをその女の人に向けている八つ当たりしてるだけというふうに僕には見えるんですけどもだあの 考ええ方変えた方がいいいいんんじじゃゃななでですすか部下よ彼女は部下じゃなくて立場が下の同僚で本来自分は干渉する権利がないその人のプライベートプライベートというのは例えば仕事中の顔もプライベートですよね笑って仕事してても辛そうな顔してても居眠りながら顔してても仕事の成果とは別にこの表情ってプライベートじゃないですか。 だここにですねあんまり介入してもしょうがないのでですね部下だから介入するって考えてるんだったらあなたには部下なんかいないですよというかこの世界に部下ななんんていないんですよ正確に考えるとこの世の中に部下とかいなくてですね立場が上の同僚立場が下の同僚しかいないっていうふうに考えてみてくださいそしたらそのあなたが考えてるですねその部下の二十歳の女の子に対する余計な義務感とか なんか説教したい欲とか何か干渉したい欲っていうのが消えてもうちょっとまともになると思うんですけどねえちょっとあのきついことを言いましたけども人のことでイライラしてる場合って99自分が悪いんですよ他人だから僕あのこの相談で人をなんとかしてくださいっていうのに対してはほとんどの場合「おめえが悪いに決まってんだからおめえの考え方変えろよ」っていうのをベースで考えてるんですね。 でまあまあそんな感じです気づ <laughs>、えー、い言い方になりましたすいません秋吉久美子さんというですね女優さんがいらっしゃいましてですねあのまあまあまあ あの綺麗な方なんですけどもこの人がですね、えー、名古屋のですね、えー、女子大学のですねキャンパスでですね恋愛質問にです、ね、秋吉節全開で答えたとですねこれ質問があってですね彼氏内に年齢イコール21歳という女性にですね、えー、まああのどうすればいいでしょうかというのを相談を受けてですねラッキーだと思います。恋愛の素晴らしいところは知性や えと論理や知性を超えてドツボにはまるところでドツボにはまらなくて済んで本当に良かったですねみたいなこと言ってるんですよ。でどういう意味かなとこれ嫌味かなというふうに思っ,た思ってるとですねあの自分自身の過去をモテてモテて、えー、言い寄ってくる男性を引き剥がして引き剥がすのにもう本当に人生の労力の大半を使ってしまったと。 で、まあ、結果的に自分はこういう俳優というポジションになったんだけどもこんなですね、えー、モテてモテて言い寄ってくる男性を剥がして裸足してみたいなことをしなければ私だって研究者になったり学者になったりして違う人生が歩めたのかもしれないというふうなことをですねマジで語ってるんでで、すね。<laughs> でいやそういやなんかあの美人って面白いなと思って僕らはその美というのをですねイケメンにしてもですね美人っていうのもですねあの なな、んだろうな、まあ、もちろんこれ鼻にかけてると今コメントで流れてる鼻にかけてるというのもできるんですけども、えー、才能みたいなもんだと思っちゃうんですね。 才とか脳であると才能というのはまあ二字熟語で才っていうのはですねその人の先天的に与えられた能力で能っていうのはその人が後天的に努力して得たものっていうふうに言われてますまあまあいろんな高校時代って定義が違うんですけど俺は中学の時のですね、えー、社会の先生から聞いたこの才能の定義が一番心にフィットしてるんで、えー、三両中学校の先生の才能論って話してますけども <laughs> 才っていうのは天から与えられた能 で脳っていうのは後天的に自分で努力で得たものが才能とところが美というのはですね才でもなければのあの脳でもないいや才だろうと、天から与えられたもんだろうというんですけどこの才能というのはですね自分できるものを言うんですね。例えば、うん、力が強いという才能運動ができるという才能は隠すことができるじゃないですかところが美というものはですね隠すことができないんですね。つまり えこれはですね才能ではなくてですね因果というのがどちらかというとですね運動能力がある人は別にその運動能力を抑えて自分の好きな人生を歩むというのはできるんですけどところが美人に生まれた人イケメンに生まれた人というのは一生それを引きずっていかなきゃいけないからどちらかというと「因果」でいうとこの「因」の方が僕は近いと思うんですよ。なのであの美とか えー、そういうふうなものっていうのは才能という次元次元とは違うある種の稼だというふうに考えた方がいいんですねハンディキャップの一つポジティブ側のハンディキャップですね正、えー、と負のですねあのバイアスで言えば正の方のバイアスがかかるハンディキャップだというふうに考えた方が面白いんですねあのめったにですねここまであの綺麗な人がですね本音でですね彼氏がいないメリットというのを語ってくれるのはですねまあもちろん秋吉久美子が言っちゃったら嫌味になるかわかんないですけどもう本当にあの 六十近いおばあさんの言うことですからですね。あのちょっと僕らもそこら辺は割り引いて聞いてあげてもいいんじゃないかなと思ってですね。大変面白かったであります。えー、漫画屋は、なぜ人は漫画を読むのか。岡田さんはなぜ漫画を読みますかっていう。<laughs> どうしようかね、これ。皆さんの回答はいかがでしょうか。なぜ人は漫画を読むのか。と <laughs>。深いようで浅い。 <laughs> そこに漫画があるから <laughs> まあうまいな <laughs> <う>まい <laughs> 人はなぜ人は漫画を読むのかななぜ人は音楽を聴くのかとかなぜ人はロックを聴くのかって聞かれたら俺「ロック聴かねえよ」って思うもんな。<laughs> だから、なぜ人は漫画を読むのかっていうのは画面を見てる君と僕の間には成立する質問なんだけどもでもふっと横にいるお姉さんとかですねなんかこうの僕らが普段会わないような髪の毛くるくるに巻いて青山大学行ってるのお姉さんはこの質問は多分無意味なんだよね。人 <laughs> 人とししてて何かかか。共有してるもののが少ななないから。じゃあなぜ人は漫画を読むのかなんでだろうね。 なぜ人は小説でなくて漫画読むのか。こういうときは対立物として補助線を出せばいいんだけども。ちょっとだマーカー誰か持ってきてくれる対立物として持ってくればいいんだけども。あいよしんご、慎吾ありがとう。あのさ、なんか語るときって、その漫画本体だけを語ろうとすると、やっぱり時々しんどくなるじゃん。なので、ここに、じゃあ代わりに映画とか小説とか、 他のもののもを持ってきて、きこの差で語ればいいんだよね。じゃあ創作人は創作を見る生物であるというふうにするんだったらなぜ映画を見る人は漫画を読まないのかとかさ映画を見る人でも漫画を読む人と読まない人がいるんだろうとかそういうふうに考えてみると分かりやすいんだけどもとね漫画っていうのは一人の人間のね才能の絞り方が尋常じゃないんだよ。例えば、 映画作家映画監督でも才能は絞り取られるよ一つの作品でも2時間の映画作るのにやっぱ最低でも半年ぐらいかかるじゃん半年ぐらいかけてゆっくり絞り取られるんだで小説も一人の人間の才能を絞り取るんだけども小説を集中して書いてあられるのってどうやってもなんか一日にね平均で3時間とか4時間ぐらいなんだよでも漫画家は違うよね漫画家って週間の漫画家になったら週に7日働いて一日に16時間 書くじゃん。で世界中のエンターテインメント見ても一人の人間の才能を週に7日間一日16時間引きずり出すというか絞り取るようなメディアは漫画以外全くないんだよ。これが僕、漫画の特殊性だと思う。だから人はなぜ漫画を読むのかっていうのは漫画を読む僕らはその漫画の凄さが分かるんだよな。他のミュージカルにににしししててても、も、も、映画にしても音楽にしても 他のあらゆるジャンルのエンターテインメント、それはもうアートにしてもそうだよ。村上隆はと言ってもいいし、ゴッホって言ってもいいし、ルノアールもセザンヌも誰も週一日16時間、週に7日間、5年も6年も自分の創作物にすべてぶつけてないよ。だからその意味で漫画はすごいんだ本当に。 漫画は俺、人類が作り出した最大の娯楽物だと本当に思ってるだからアニメ作ってるからアニメも漫画もって言いたいんだけどもやっぱりね作ってた立場から言うとアニメの作り手っていうのはそこまでね命を懸けられないかけられないというかねそんなやることがないんだ。でも、漫画描く人間にしたら、 アシスタントに任してる線の一本一本まで自分で描こうと思ったら描けるし、それでクオリティが劇的に上がるの知ってるし、それで週刊漫画とか月刊漫画って何とか成立しちゃうんだもん。だから、富樫さんのハンターハンターがさ、休んでしまうの俺は悲しみながらも、「富樫、何やってんだ!」っていうふうに言わないのは、なんでかっていうと、そういうふうにして漫画作ってて、あの人も週に7日16時間描く体制を整えたんだけども、体がついてかなくなっただけなんだよ。で。 前の「悠々白書」やっててレベル E やってる時にレベル E の時に全部自分で書くというふうに決めてその漫画家の生き方を僕らは応援することはできるんだけどもで買わないという選択肢もあるんだけど批判することはできないん、ね、だ漫画家が自分で選んだ人生だからねでこういうふうな漫画を書くと。ででももそのの結果、やっぱり自分の書く漫画にとんんなな、い労力をかけて、みんな なんだろうな、漫画描くのが嫌になるいわゆる鳥山さんみたいに描けなくなっちゃうか戸樫さんみたいに体を壊しちゃうかまたは売れなくなって消えていくとそういうなんかね膨大な量のお話と絵を描ける天才をなんもう大量に使って消費するような国に生まれてそれが毎週発表されてるっていうねすごいラッキーなあの日本という国の50年ぐらいのなんだろうなたまたまの枠に俺ら生まれてるから漫画が毎週のようにあるのが当たり前だと思ってるんだけども。 だから人はなぜ漫画を読むのかっていうとその漫画の凄さがわかるからだよねだからわからないやつにとってみれば他のエンターテインメントと同じに見えちゃうんだよ音楽とか映画とかバラエティ番組とかお笑いとかそういうものと同じに見えちゃうんだけども明らかに一人人の人間のの間才能の絞り方が違いすぎるんで,す、ね、で僕はなぜ漫画を読むのかっていうと,面白いからと <laughs> まあまあそれだけの単純な理由でしかないな。 漫画を読まない人の気持ちが分かりません。漫画の面白さを論理的に解説し,してください。<laughs> 論理的。漫画の面白さを論理的。漫画の面白さというか、なんで漫画文化が日本でこんなに栄えているのかというやつで、いろんな思、ね、論があるんだ。いろんな人がまあ、言ってて、 聞くに耐えるものはほとんどないんだけども僕が言ってるのが例えば日本はお小遣いい文化圏だからとうことなんだよね。僕岡田俊夫の説としては漫画やアニメというような自分がいる文化いわゆる大人と子供の間の人たちの文化っていうのが日本で栄えたのは日本が東アジアでも、まあ、世界でも東アジアだけでその中でも特にお小遣いというのをあげる文化だからだと。でお小遣いというのは、よその国ではあげない。 であげないから子供が欲しいものは親が買い与えるようになるとここら辺があの諸外国と日本との違いでさ子供に自己決定権お金という自己決定権を与えるんだ。 でも海外ではまあ、ヨーロッパ圏では特にそうなんだけども子供に銃を持たせないのと同じように何でかと,いうと銃というのは誰でも殺せる兵器だからであって子供が持つのは危険同じようにお金っていうのは子供が持っていても同じ効力を発揮してしまうだから銃のように危険なものだだからどんなな金持ちでああっても、子供にお小遣いといい。うのはあげないそうじゃなくて子供に甘い親であれば子供が欲しいっていうものを無制限に買い与えるってことをする。でもその時には一応 親の目っていうフィルターを通す。だからそのヨーロッパではなんで子供たちが美術館に行くのかとか博物館に行くのかそれはあの国がみんな教養が高いからだとか文化度が高いからだ。そうじゃない。子供にどこに行くのかの自己決定権というのはあまり与えてないんだよね。それはキリスト教によるそのなんだろうな理性がまだ芽生えて成熟していない子供という段階は野蛮であってなんだろう。 理性のある大人に服従すべき存在だといいううふうに考えてないんだ。でも日本っていうのは東アジアはまずその儒教文化祖先崇拝というのがあるんです祖先崇拝というのがあったら当然のことながらボケてきた老人も尊敬しなきゃいけない。なのでそのアメリカやヨーロッパみたいに理性が強いものイコール素晴らしい偉いという文化にはなりえないんだよで特に日本は独自の,あの仏教発展があった結果 幼いものが偉い、が偉純粋無垢な者が最も正解に近い生命の,あの原型に近いという考えを持つに至ったので子供たちのの判断とといいいううは正しいというふうになる。だから子どもが政治批判をするとか子どもの目に今政治はどのように映ってるのでしょうそんなことを言う国民なんて世界中で日本だけなんでそれぐらい僕らは子のの価値観ととか考え方というのをまあ信用してる。まあ、今コメントに流れたおり、それがまあロリコン賛美に一部つながってるかもわかんないんだけど、まあ、日本人の考え方としてはそういうのがある。 なので、お小遣いというのを子供に与えて子供が自分の判断でお金を使うことに関して嫌悪感を感じない結果日本では子供たちが好きなものを自分で買うので子供たちが自分がかっこいいと思う文化を育てるようになってしまったそれが日本の漫画やアニメが伸びた原因だというのが、まあ、俺の,そのなんだろうちょっと経済学的な言い方になるんだけど考え方。で漫画の面白さを論理的と言うんだから。 もう一つ漫画であの僕が昔聞いてああなるほどなと思ったのが日本語の構造とその漫画の小回りとの間に関係があると日本語というのはウラルアルタイ語系の膠着言語いわゆる言葉とくっついている膠着というのは煮皮でくっつくことなんだけどさ接着剤でくっついているようなもので何かというとあ,あの英語みたいに動詞とか名詞とか各品詞に完全に分解できないんだよねでそうじゃなくて漢字ひらがなカタカナというふうなものが でそれが関係代名詞なのか名詞なのか動詞なのかよく分かんない状態でくっついてると。なので漢字があったらひらがながあってかながあってまた漢字になってっていうふうに実はビジュアルで書くと日本語の構造点こういうふうになってるわけだよな。 こういうふうに書く言葉が、えー、つながっている、本来言えばブロックになっているものを無理やりくっつけてるようになっているんだ。でこれが漫画のいわゆる一ページの中で、コマを割ってあるよね。こういう複雑なコマ表記にすごく似てると。これはあの評論家のゴチエさんが言ってるんだけれども、 えこういう駒のくっつき方で、えー、アメコミとかヨーロッパのバンドデシネとかを見てもそんなにですねこの駒の構造が自由自在なものが珍しいと。これは日本語語のの着言語特有の 読み方ではないのか、と。だから日本人というのはこのコマの大小というのを使い分けることができるんだけど、それは漢字平仮名、カタカナが混在している、明らかに他国の言葉を入れながら、えー、言葉が作れる民族だからだというふうに言ってて、ああなるほどというふうに思ったわけだ。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。